厚生労働省が発表した4月の有効求人倍率は1.26倍で、前の月を0.02ポイント下回りました。前の月を下回るのは2ヶ月ぶりです。物価高や円安の影響で製造業などで求人数が減少しました。一方、総務省が発表した4月の完全失業率は前の月と同じ2.6%でした。